NPB、あと1回やったら退場な。ファンシーユニ登場に、選手時代に監督にめっちゃ怒られた。タイガースのユニフォームでシートノックを打てて、監督で自分がやったら怒られる人いないかなと、笑い。明日、吉村本部長にめっちゃ怒られます。事前に、言ってない、とちゃめっ気たっぷりに明かした。実は5番のユニフォームも用意していたというが、NPB から、柔道でいう有効技あり、あと1回やったら退場、と指摘も入り、見送る可能性が濃厚となった。1ヶ月前から準備、どうしようかなと思ったけど、怒られる前提で、岡田さんも記念撮影を心よく受け入れてくれて、記念になりました、と感謝した。岡田監督にも事前には伝えていなかったという。NPB つまんない。盛り上がるねんから別にいいでしょ。マーキコーの連中は頭固いからね。規則があるだろうから NPB も注意しなくちゃいけないんだろうけど、まあ規則に基づいた注意だけでいいじゃん。NPB 他にやるべきことある。許可取ってないって言うけど取ってなかったら阪神のロゴ勝手に使えんし、吉村にもどんでんにも根回ししてただろうな。